います。それでは登場していただきたいと思います。アイドルグループキュンキュンの皆さんです。どうぞ。
活動しているアイドルグループ九州キューピッツキュンキュンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん産業祭盛り上がってますか？イエーイ。はい、もう本当に後ろの方ではね、皆さん向かって後ろの方ではフリーマーケットの方が当てたり、もう本当ね、いろんなものがフリーマーケットあるよね。そう、お洋服だったり、あとハンドメイドアクセサリーなども売ってあったり、ぜひぜひ時間ある方も行ってもらいたいなと思うんですけど、でも他にもね、やっぱ先ほど私たちステージさせて、1回目のステージさせてもらったんですけど、その後に出てすぐのところに豚汁のね、無料配布があって、すっごいいい香りしてていいなと思ってたんだけど、リカチまた食べ物の話しかしないからね。いやでも皆さん豚汁食べました？食べましたよ。食べたよって人、食べたよ、豚汁で温まったよって方、おやっぱね、寒くなってくるとね、食べたくなるよね。温まりますよね。はい、まあ湯布橋市の、まあ、お祭り産業祭ということで、まあ、湯布橋市の方が多いと思うんですけれども、ちなみに湯布橋の市内に住まれてるよって方いらっしゃいますか？どのくらいいらっしゃいますかね。私湯布橋、いらっしゃいました。そうだよね、まあ、湯布橋市だったらね。はい、湯布橋ですね、私たち今日福岡市内からやってきたんですけど、なんか湯布橋って福岡は福岡なんだけど、博多弁をちょっと使わないっていう風に聞いて。そうなの？でしかも福岡だったら好きとよって言うんですよね、好きって言葉を伝えるときに。でもこの湯布橋は北九州が近いからさ、いっちゃーっていう方が多いと聞いたんですよ。これ本当ですか？湯布橋の方、好きっちゃって言いますか？好きっちゃって言うのかな？今日せっかく皆さんとこうやって出会えたので、私たちキュンキュンの曲で博多弁を使った曲が1曲だけあって、はい、好きとよっていうところも、めっちゃ好きとよっていうところがあるんですよ。なのでせっかくなので、皆さんでその曲でめっちゃ好きとよって言いたいなと思うんですけど、皆さん博多の言葉使わなくてもぜひ一緒に言ってほしいなって思います。はい、はい、それでは私たちのキュンキュンの曲聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ギフト。Thank you.
ますし、この後もステージの方もありますので、ぜひお座りになって楽しんでてください。そしてここでキュンキュンからお知らせがあります。はい、キュンキュンがですね、3月18日にドラムロゴスにてワンマンライブを行います。イエーイ。皆さん、ドラムロゴスってどんなとこかなって分かんない方多いかなと思うんですけれども、うんうん、ドラムロゴスは有名な方がですね、有名人の方々もたくさんステージに立ったことのある、とっても大きな、福岡で大きなライブハウスなんですよね。はい、まあ、そちらでライブを行うんですけれども、そこで私たちキュンキュンは、今日ここにある椅子が400ぐらいだと思うんですけど、あ、400人分の椅子がね、あるんだよね。まあ、それぐらいあるかなと思うんですけれども、うん、この椅子を全員満席にするぐらい集めたいと思いますので、ぜひ少しでも気になった方は、ドラムロゴスであるワンマンライブぜひ来てください。はい、そしてですね、まあ、どうやって行けばいいのとか、チケットの買い方とかわかんないとかいうこといっぱいあると思いますので、まあ、キュンキュンの公式の LINE ブログなど見ていただいたり、うん、そうですね、キュンキュン の、 メンバーに聞いていただいたりなどして、まあ、少しでも気になった方は調べてみたり、私たちに声をかけて聞いてみてしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう私たちにとってもね、本当大切なワンマンライブ、そして皆さんと一緒に夢を叶えていきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。そしてあと私たちもね、残り2曲になりました。はですね、私たちの新曲の中でもカップリング曲と入っている曲、ターンオーバーという曲なんですけれども、はい、まあね、この曲は私たちも日常を過ごしている中でもあるんですけれども、やっぱ壁にぶつかってしまったりとか、どうしようかなって皆さんも悩む時があると思うんですけど、まあ、今日という今日は1日しかない、もう今日から分岐点だ、変えていこうという曲になっていますので、ぜひかっこいい曲になっています。聴いてください。それでは続いての曲いきたいと思います。聴いてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんでした。どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。